よし、今日も愉快なシャタ農園、ピオの言うことが正解です。とにもかくにも急ぎます。いいねこれ、何これ何が生まれたの。まもなく9時ですんで、新罪は今日はリスペクトはお預けです。でも積まないといけないですね。結構出てきてますんで、はい、実の収穫だけで、はい、残り30分頑張ります。今日も8ですね。24分急いで積めます。7560本、急いで持ってきます。角張ってる方ですね。今日はあっちからですね、 MX 君から、そして雨がしっかり降ってきました。これひどいなぁ。完全にあのハサミムシの住みかになっちゃって腐っちゃってましたね。あららら、これモザイクかけますけど、中に住んでました。ここにあったんですけどね。部分的に MX 君ボロボロなんですけど、これなんか A 品が、はい、このようにですね、ツルがビヨーンって垂れて、はい、こういう風に実をつけてくれるんですよ。はい、これはツルおろし風ですね。大義は昇竜、フェニックス、まさに不死鳥の名に恥じないですね、この MT フェニックスは。 MT フェニックス本当不死鳥ですね。私みたくダラ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 やるような栽培する人にはぴったりです。はい、最後まで安定してますね。それで初めてやった頃から私そういう印象ですね。マルヤンの抑制の最後っぺもすごい切れてましたし、うどん粉に関してはリスペクトを超えましたね。ただベトがちょっと。4です。あの歯抜け、リスペクト歯抜けで収穫ですが、時間がありません。33分、急いで、たったの4、切り切れないし詰め切れません。急いで持ってきます。残り少し収穫します。はい、まあこんなもんです。はい、撤収します。もうちょっと伸びてきましたね。5ミリぐらいになってきましたこれね。あれピューさん、雨だからあれ出ないのかな。おお、どうすよお前。ピューさんこれカタツムリですよ。カタツムリか。あ、これ違うじゃねえかよ、これキュウリじゃねえか。これ去年から気にしてた、はい、何なんだろう、ミョウガらしいっすね。ソーラーパネルの下に立派になりましたね。はい、皆さんこんにちは。今日は昼飯食ったら3時、それからちょっと休憩なんつって横になってボーっとしたとすれば5時。恥ずかしながら今5時半ですので、一
応今日2部のノルマは葉っぱ取りですね。下から5、6枚、今から全て取って撤収したいと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。レッツゴー。はい、適応、雑草もすごいですねこの辺は日が入っちゃうんですよね。まず1、2が2ありますね。今回もウイルス病気をつけて手で1、2、3、4、あら生えてきてますね。あ、こっちのまで5、6です。はい、これどうしようかな。元気よく実までついちゃってますんで取っときますか。でこの辺で止めときますか。はい、こっち葉っぱ取るのは、まあ下から上であったり上から下であったり下から上であったり、まあ臨機応変に対応するのがいいんじゃないでしょうか。毎度おなじみのピアさんですよ。今日も遅いつら。今何時だ、ショータン。9時半かな。なんでピアさんずらずら言うわけ。それはな、親父譲りだ。おう、親父さん、そういう方言なの。そう、方言というかだな。お袋の話だと親父はよく仕事でな、失敗ばかりやってよくとんずらしてたそうなんだ。とんずら？そっちのずらなの？そうずら。立派な親父さんだったね。当たり前じゃ、自慢だ。仕事で失敗してよくとんずらドロンだ。もう二度とそこの仕事に場には戻らない。最初は俺ずらずらとんずら。じゃあまたな。